はい、どうも、ソシです。今日は接続詞、コンジャンクションを勉強しましょう。まずは、それから、例文です。日曜日、何をしましたか？日本語を勉強しました。それから、映画を見ました。日曜日、何をしましたか？日本語を勉強しました。それから、映画を見ました。そして、日本の地下鉄はどうですか？綺麗です。そして便利です。日本の地下鉄はどうですか？綺麗です。そして便利です。が、日本の車はどうですか？高いですが、いいです。日本の車はどうですか？高いですが、いいです。しかし、ダンスは体にいいです。明日から毎日します。しかし、無理な運動は体に良くないですよ。しかし、無理な運動は体に良くないですよ。から、お金がありませんから、新しいカメラを買いません。お金がありませんから、新しいカメラを買いません。じゃあ、時間がないですよ。じゃあ、タクシーで行きましょう。時間がないですよ。じゃあ、タクシーで行きましょう。前に。前にの前は、辞書フォームです。辞書フォーム、前に。寝る前に日記を書きます。寝る前に日記を書きます。たら。たらは、プレインフォームのパストテンスです。お金があったら、うちを買います。お金があったら、うちを買います。ても。てもは、バーブ、アジェクティブのてフォームです。お金があったら、うちを買いますか？いいえ。お金があっても、買いません。お金があったら、うちを買いますか？いいえ、お金があっても買いません。この部屋は寒いですね。なんなん、ヒーターをつけましょう。1、じゃあ、2、そして、3、それから、4、しかし、答え。1、じゃあ。じゃあ、ヒーターをつけましょう。はい、これで以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた、さよなら。